フライデーザドールズ、今日もお相手は首振りドールズのドラムボーカルナオとギターのアイミョンです。ジョニーダイモンドでしょ。ジョニーダイモンドとショーハラショーです。はい、今日も仲良くこの3人でお送りしようと思います。そして首振りドールズ、最近 M カードがたくさん出ておりますけれども、 M カードとは何ぞやというところで戸惑っている方もいらっしゃるかなと思いまして、今日は我々も M カード読み込んだその動画を見たことってないじゃないですか。それをだから今日は3人で読み込んでみようと思います。はい、ということで今日ここにご用意しましたのはてれーん、こちらテレフォンカードです。違います。2020年8月23日首振りドールズ新宿ロフトワンマンセルナンバー10の M カードでございます。ビビ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 、 S カードもあるの。いえ、M カードのみでございます。 N カードも、 N カードもございません。 A カラーもない。 M です。 M、 はい、何を意味しての M かは分かりませんけども、 M カードです。はい、この M カードね、これちょっとじゃあショーンの携帯でこれを読み込んでもらうところを、あの画面録画でね、同時にこう見ていただこうかなと思うので、画面録画まずお願いします。こちら M カード、これ裏に取れてくかな、裏に取れてんのかな、裏にこうやって QR コードが入っております。この QR コードを読み込んでもらいます。あなたの端末で読み込んでください。はい、行きましょう。はい、読み込みました。読み込んだからの、からの、あ、すごい、もう首振りドールズの M カードのページに飛びましたね。これに認証しなきゃいけないんだね。オフィシャル、ツイッターオフィシャルで、はい、ツイッターオフィシャル、あ、なるほど。今ここでショーンの城続き、この間に一曲、ショーンの携帯でアカウントの認証まで済みました。ツイッターでログインしました。そしてこの M カードの裏に記載されているピンコード、ちょっとピンコード見せてくるね。このピンコード、これ見せちゃっていいのかな。いいのか、モザイクかけます。ダメだった。ここに書いてあるピンコードね、このピンコードというのを入力してもらいます。画面録画中だよね。あ、そしたらなんとコンテンツダブルスに2021年4月5日23時59分59秒まで、あのダウンロードできますと、ストリーミング再生できますと。でこれでダウンロード押してみて、ダウンロードポチ、もう見れちゃうんじゃない、これ携帯に保存できるの。できます。へえ、うん、おー、早速再生されてる。簡単ですね。めっちゃ簡単。すごい。はい、ということでね、無事 M カードも見れたし、今日はもうここまでっていう感じなんですけれども、今日はみんな お揃いの T シャツを着ています。でれーん、新商品ですかこれは。そう、なんと首振りドールズ、今日のフライデーザドールズが公開されたのと時をほぼ同じくして秋の大セール開催中です。すごく安くなってます。
これはお買い得ですね。めちゃくちゃ安くなってる。あのサンダルとかもう1000円。安っ。安い。安いな。そう。サンダル。T シャツとかも2500円とかになってます。俺も買います。ね。すごく安くなってるのでぜひこの機会に皆さんお求めください。この T シャツはまだ新しいから正規の価格なんですけれども、新しい首振りドールズのこの T シャツみんなお気に入りでよく着てるから、みんなも着てみんなでお揃いにしようぜ。しようぜ。はい、はい、という感じで翔さん、そのトートバッグをちょっとね、トートバッグというかこれエコバッグ、ジョニーさんどうですか。はい、これはもう対応してますね。対応してる。常にカバンに入れてます。確かにさっき使ってた、早速使ってた、ね、エコバッグとしてね、コンビニのお買い物これでやってた。コンビニで普通に使ってた、うん、これ首振りドールズって書いてある。これウニウニのロゴかわいいっしょこれ、もうねえ、みんなに見せて。この大きさがちょうどいいですね、うん、そう、これはちっちゃいのが意外とすげえ使えるなっていうイメージ。これ大小セットで売ってますので、ぜひ皆さん T シャツと合わせてお買い求めくださいね。という感じで、めちゃくちゃ今回は、はい、お買い物できながらギター弾ける。すごい。買い物上手。買い物上手。ギター弾きながらもお買い物できるから。ね、そんな感じでとても便利なエコバッグ、そして T シャツ、その他にもセールの商品が盛りだくさん。そして先日のショーンの10月2日のラットクラブも M カード発売中でございます。出ます。そう、あとあの 3days で我々全部違う衣装でいっぱいやったから、チェキもその分いっぱい取ったんで、みんなチェキを買ってください。そして無茶なボイスチェキのリクエストもあのいっぱいお待ちしておりますので、もっと無茶な要望をみんなやってもいいんだぞという感じで、今日はここまでにしようかなと思いますが、なんかちょっと味気ないね。ジョニー一曲お願いします。これをじゃあ歌ってください。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。でもやめとこ、歌詞がわからんのよ。あいみょんでした。うろ覚えもいいところ。そんな感じで今日はここまで、首振りドールズでした。この番組の提供は株式会社ドルレコースの提供でお送りしました。また来週。アンニョンです。アンニョン。エディ・ヴァンヘイレンに捧ぐ。ああ、それちゃんとやれ。それのマリンゴール。マリンゴール。